も高いです。こちらの本ですね、人を信じられない、信頼障害者アディクションって本ですけど、なぜ今あなたが生きづらいのかって話をしたいんですけど、50代および60代というね、まあ段階の世代、段階ジュニア世代の人たちの話をしたいんですけど、この世代というのは急速な経済発展、まあ、人口ボーナス減少というのにたまたま恵まれた世代で、要するに働けば働くほど、まだテレビがね、家庭1台もしくは冷蔵庫1台ってなかったぐらいの時の人たちが、まあ働けば働くと、まあそういう便利な道具が売れて、で一家に1台ずつという感じで普及して、現在みたいに普及していったっていう時代の人たちで、作れば売れたっていう、宣伝を工夫するわけでもなく作れば売れたっていう時代の人たちですから、まあ、売れれば売れるほどその人たちのね、働いてる企業のお金が入り、そしてその企業から支給されるお金もね、でかかった。年収4、500万世代の人たちなんですけど、まあ当然それだけ高級な年収ですから、年功序列っていうねシステム成り立っていて、今は崩壊してますけど、今で言えば年収300万世代っていうなんですよ。だけどこれから先、年功序列っていう世代が完全に10年20年がけで消えていきますから、それは成り立たなくなって、年収300万が平均値だろうが、まあこれから先250万から200万っていう、そういう世代になってくるので、当然家一軒買って家族を当然に持ち、子供を作り、で定年後に年金で暮らすっていうシステムがもう成り立たないって状況なんですよ。だから生きづらいっていうのは仕方がない。だってすでにね、その今その勝ち組のはずの60代以上の高齢者が、要するに定年後に家のローンを払えずに苦しんでるっていう、なんか傍から見たらお前ら勝ち組だろって世代が苦しんでいる。だからそもそももうその人たちの生活ですら成り立ってないから、私たちの世代はなおさら危ない。だったら私はスキルをね、身につける必要があるんじゃないかなと思って本とか読んだりしてるんですけど、皆さんもこういう本を読んだ上で、俺の悩みってどういうことなのかなって考えた上で行動してみてください。それでは。